若狭線は、鳥取県八津郡八津町の軍計機から、鳥取県八津郡若狭町の若狭駅に至る、若狭鉄道が運営する、鉄道路線である。国鉄再建法施行に伴い、第一次特定地方交通線に選定され、廃止された西日本旅客鉄道の若狭線を引き継いだ、ものである。全列車が各駅に停車する普通列車である。 1>, 1日15往復の運行で1から3両編成で運転されており1両編成の場合はワンマン運転である半数程度の列車が工芸機から JR 西日本のンビ線に直通し鳥取駅まで運転される若狭駅の始発は6時14分工芸機の最終は22時37分である2010年3月12日までは 工芸駅の始発は5時台で、折り返し若狭駅の始発になっていた。若狭駅の最終も22時であったが、翌13日の改正で、工芸駅の始発7時台、若狭駅の最終20時台に見直された。国鉄時代の1968年10月1日ダイヤ改正時点では、鳥取駅若狭駅間に急往復が設定されて、おり、客車列車の内折り2本。 上り3本は混合列車として運転されていた。若狭線内ではすべての列車が各駅に停車していたが、上り322混合列車のみは途中駅では旅客扱いだけで貨物扱いは行わなかった。また一時期、始発列車が急行、砂丘の間合い運用だったことがある。2009年3月13日まで平日朝に、 山陰本線法木駅まで直通する列車が設定されていたが、翌14日の改正で鳥取駅に変更された。この列車は国鉄時代から運転されていた小山駅の列車を1996年3月16日に宝木駅に延長したもので、2004年10月16日の改正で土曜、休日は鳥取駅になっていた。 2010年3月13日のダイヤ改正で夜に、米子発若狭行きの普通列車が設定され、山陰本線直通列車が一時復活した。2015年3月14日のダイヤ改正で、鳥取駅で系統分割されて、鳥取発となり、山陰本線直通列車が再び廃止された。乗務員の運用も特例により、車両の所属会社による、 相互乗り入れとなっていたが、2010年3月13日のダイヤ改正からはそれぞれ自社船内のみを担当するようになった。全線一閉塞であったが、2020年3月14日のダイヤ改正で、八島駅に列車交換設備が新設され、5往復増発して15往復となっている。同時に、JR 西日本機波47型の乗り入れが廃止された。 紅葉の早草駅付近を行く、早草ラッピングの WT3300 系、八頭川の徳丸どんどにかかる、第28東川橋梁すべて軌動車で、運転にされている。以下に示す車両はすべて軌動車である。改正鉄道不設法別表第88号に掲げる、予定線、鳥取県軍計より若桜を経て、 兵庫県8日付近にイタリル鉄道の一部であるが、若桜から先は着工されなかった。開通した1930年当時は、沿線周辺で伐採される杉丸太の貨物輸送に盛んに利用された。第二次世界大戦時には、アマルベ鉄橋への爆撃を危惧した軍部が、山陰本線のバイパス路線としての延伸も計画したものの、戦後になると、 計画は無償。林業は車用化し、並行するバス路線は増発を続けたため次第に赤字に白車がかかるようになった。因は転換後に設置された新駅若狭駅が唯一の若狭鉄道直営駅、徳丸駅が無人駅である。徳丸駅以外の中間駅6駅は発見業務が民間に委託されている。なお、高原駅は JR 西日本との共同使用駅であり JR の駅員はいるが、若狭線の乗車券等の発券業務は行っていない。工芸駅、矢頭高校前駅間の大人普通運賃は100円で、あるが、2007年3月31日までは60円で、日本一安い鉄道運賃であった。2007年1月、廃線の危機の中での増収策の一環として、 実施される値上げに伴い、この区間だけ据え置くことは不公平だとして、同年4月1日から100円に値上げされた。この運賃改定実施後の日本一安い運賃は、北大阪急行電鉄の大人初乗り運賃80円となったが、北大阪急行電鉄も2017年4月1日の運賃改定で100円に値上げしたため、1位タイではある、ものの再び、 日本一安い運賃となった。C121672007 年8月、兵庫県高町で保存されていた蒸気機関車 C12167 を譲り受けて整備を行い、若狭鉄道開業20周年となった同年10月14日、コンプレッサーからの圧縮空気を動力源として若狭駅構内を走行した。同駅構内にある 天車台、給水塔などと蒸気機関車が古き良き風景を醸し出していることから観光団体のツアーにも評判である。なお、同社は若狭線で終戦を迎えた機関車でもある。鳥取県も県の公式ホームページで観光業者への観光ルートとして 若狭鉄道を利用して若狭駅の鉄道文化施設を見学するツアーを圧戦しており利用促進に官民を挙げて取り組んでいる一連の取り組みは国土交通省の地方鉄道活性化の一例として取り上げられている日本で初めて沿線全体の古い施設を一括して登録有形文化財として登録するよう申請し2008年若桜田治日 八島、安倍、春、稲葉船岡各駅の本屋及びプラットホーム、その他橋梁や転車台など、各種施設の登録が告示された。若狭鉄道ではこの蒸気機関車、C12167 の本線走行を目指しており、2015年4月11日、社会実験として、若狭八島間を DD16 系ディーゼル機関車に経由される形で、往復運転を行った。 ただし、C12167 は、車席がないため、線路閉鎖された、線路上で運転される、事業用車両としての扱いで、ディーゼル機関車と、蒸気機関車の間に連結される12系客車には、乗客の代わりに欠かしを乗せた。2016年以降は、5月1日を、語呂合わせで、恋の日とし、これに合わせて、 ピンク色に塗装されて、イベントに登場しており、連結したトロッコに観光客を乗せて、駅構内を走ることもある。AB テラダイ一、日本のローカル施設から、猫パブリッシングハット ABC、広報ヤズ2020年2月号ナンバーワン79、JTB 時刻表2021年3月号、ピアニッシモ、314から315、若狭鉄道若狭線が増便。 若狭町役場ふるさと創生課。2020年3月14日閲覧。AB、若狭鉄道、ダイヤ改正を実施して、列車を増発鉄道を掘り出す、鉄道等工情報局2020年3月23日、終着駅の町清水は、林業とともに、中国新聞昭和46年10月8日5面、鉄道省年報昭和9年度、 国鉄蒸気船区別最終運転日、一覧、レールマガジン日本の蒸気機関車1994年1月号増刊、鉄道ジャーナル第21巻第1号、鉄道ジャーナル社、1987年1月、120ページ。昭和が、出発進行若狭鉄道のレトロ観光列車、運行開始。 地域に、新しい未来産経新聞ウェスト2018年3月5日、若狭鉄道、昭和公式サイト、井原る鳥取、若狭鉄道4月に、SL 試験走行地域に人を呼べるかの、社会実験。ザ・ページ、2015年2月4日閲覧。白樹敏弘。45年ぶりに、SL 失踪。ファンら見守る鳥取の若狭鉄道。 朝日新聞。httpww.a サヒ .com アーティクルズアッシュ 4c4wv2h4 セピブ006 html 2015年4月14日閲覧。ピンクの SL2 ファン集結鳥取若狭鉄道東京新聞ニュースサイト2018年4月30日2018年5月2日閲覧。 若さ戦に関するカテゴリー、ありがとうございます。